ハッピーハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン。はい、どうもこんばんちライフガードです。ということで今回はですね、久々のねこの画角だと思うんですけれども、今回は、ハロウィン、10月31日今日はハロウィンということでね、いや今回はあの有名実況者リアンにですね、今まで数々のドッキリをさせていただいたんですが、今まで数々のドッキリをされてきましたよ。ということで今回はリアン家に行ってハロウィンドッキリということでね、ですね、内容なんですけどもシンプルです。リアン家に、今からね、編集者に連絡してリアンがいない時に、家の中侵入して、トリックアトリートと、ピンポンしてね、言うんですけども、当然、いない時に僕が行きますので、いないわけですよ。お菓子くれないと。お菓子くれないとどうなるか。ハロウィンの日に。そうです。いたずらされてしまうんですね。ということで、今回はリアン家に行って、いたずらしていきたいと思います。レッツゴー。いやー。楽しみだなぁ。いたずら楽しみだなぁ、おい。ということでね、まず、何が必要か。リアンチに行く前にですね、必要なものが一つあります。そして、僕はね、もう、前もって、一週間前ぐらいに買っておきました。はい、それがこちら。コスプレー、骨スキンのコスプレー。ということでね、サングラスするの忘れたけども、こちら買ってまいりました。骨スキンのコスプレですね、ちゃんとしたコスプレを買ってまいりました。ということで、全身タイツで、リアンチにね向かいたいと思いますけども、これさ、俺一番大きいサイズ買ったんだけど、これ入るかがめちゃくちゃ不安なんだよね。はい、こんな感じね。はい、あ、でも意外と大きい。あ、でかいわ。あ、これいけるかも。そう、こんな感じでね、これを着てリアンチに向かいたいと思います。着れるか、着てみる。こんな感じで、なんかね、後ろにね開いてんだよね、こうやって。だここに、だ言うたらこうなるってことだよね。こうなって頭こうかぶって、ここ足入れればいいんやな。ちょっとどうしようか、脱ごうか、脱ぎましょうか。はい、こうやってね、見えるかな、これ見える、こうやってこうやって俺何やってんだ、こうやって。今ね、骨スキンを着てます。よし、足入った。お、いい感じじゃない、お、いい感じ、いい感じね。足が上がんねえんだ、これが。こんな感じで足が入りました。で、持って、あ、いいじゃん、いいよ、めっちゃいいよ。入った、はい。で、あとはこう手入れて、ちょっと待ってくれ、これきつすぎるな、この手が、手きつすぎる、やばい、ピッチピチ、あ、指入らねえまあいいか、あ、やばい、待って、いや見て、今でも8切れそう。あー、きつ。 OK、 あとは、あ、これやばい、後ろチャック、誰か閉めてくんないと、これだ、やばいわ。これあとはこれをかぶるだけ。え、どうしよう。あ、ギリかぶれた。やばい、あ、やばい、どう助けて。あ、やばい、ピチピチってる。これやばい、これ2,000円、2,000〜3,000円したんだよ、これ。え、これね、俺肩幅広すぎてやばいかもしれない。あと身長だね、これ。身長が裏目に出た。決して俺がデブだからではない。ねー、コスプレしていきたかったのに。これじゃ無理だよな、これで。うわー、いたずらしに来たぞ。ダメだ一旦まあ、じゃあこの下半身ここら辺までは着るんで、リアンチに、ここら辺まで着てリアンチにね行きたいと思います。それじゃあ、まあもう今からね、リアンチに編集者から連絡が来るまで、リアンチの目の前に行くところまで飛ばします。じゃあレッツゴー。はい、ということで着きました。ということでね、今から、リアンチにピンポンしていきたいと思います。めっちゃやばい、俺格好できてんだけど。どうも。あ、ライフガードさん。いたずらしに来ました。はい、いいよ。あ、やった。よっしゃ。オッケー。はい、ということでね。よいしょ。もうマネージャーに連絡しといたので、入れます。
潜入完了。俺のこの格好早くどうかしたい。はい、っていうことでね、リアンさんがジムだっけ。そうやね、ジム行っちゃってるらしいので、ということはお菓子くれないということで、今からですねリアンさんのあれこれを、やべ、8キロ走行5区リアンさんのあれこれをちょっといじっていきたいと思います。よし、じゃあいじっていきます。何いじっちゃおうかな。まずはロッカーを変えちゃいたいと思います。お気に入りリアン何にしてんだろう。こんな感じなんだ。あ、じゃあもうこの固定スキンをもう外しちゃいます。あとは、あ、これもなんかリアン好きだったな。これも解除しとこう。あとよく使ってるスキンはオーラとかもいいんじゃないかな。オーラとかも外しちゃいましょう。あとはファンデーションも一応なんかリアンみたいだから、よし。で、あとね、この斧ね、バット絶対入ってるでしょ。あ、これ一回消しといて、ミンティーもミンティーも解除しちゃいます。ミンティーも解除しちゃいます。ちょっと妹もちょっと見るか。じゃあ妹ちょっと全部ハロウィン仕様にしちゃうか。むずいな。ハロウィン仕様むずいな。返品とかできないの。あ、返品しちゃっていいの、そこまで。返品なんかチケット返ってきてたでしょ、最近。まあ、少し前か。返品しちゃう。いや、怒られそう。怖いよ、あんなマッチョに。返品または購入のキャンセル。いや、やばいでしょ。トリートユアセルフ、返品できます。グレイブン M バブンウィング、これ返品できます。10月25に購入したそうです。これもいける。あ、これぐらいならいいんちゃう。これ返品してもいいんちゃう。これ動画の企画で使うとかないよな。このすごいいっぱいできるんだね、返品。300円なんて、あの方からしたら300Vバックスなんだよ。でも返品チケットに価値があるよ。そうなんだよね。やった。なんか返品とかできないの。お菓子くれないからな。俺怒られそう。VMAX プレゼントしたと思うよ。お前別に VMAX 300VMAX 返ってくるからね。いらないって言ってたかもしれんし、リアンは。そしてあとはこのね、配置をね変えていきたいと思います。俺の配置にしますね、これは。ね、なんかスカフみたいなの使ってますけど、スカフじゃなくてもね、僕の操作はねできるんで。よし、こんな感じでいいんじゃないかな。靴いっぱいある。確かに靴いっぱいあるな。靴あるな。履く。殺される。俺殺される。おっと、待って、これさ、そんな感じで飾られてるんです。なるほど。取っていいよ。これ意外と高いんだよ。これこのコスプレと一緒に買おうと思ったんだけど、高くて。さすがリアンさん。どうや、どう。グリーンバッグの裏にいたら。グリーンバッグの裏？あ、ここに？そう、ここにいるってこと？リアンが帰ってくるまで。あー、なるほどね。俺ここにいたら殺されない？帰りたいんで。帰りたいんだけど俺。入っちゃダメかな。絶対殺されるよ俺、このままリアンが帰ってきてここにいたら。一個取っとくわ。一個パクるわ。オッケー、じゃあね、取るに。じゃあ俺選んでいい？あ、いいよ。あ、知ってんの値段？これじゃパクっちゃいます。あ、こんな感じで開くんだ。俺引き出しかと思った。気をつけてね。気をつけて。ガチ。いくら？強そう。強そう。怖っ。それ一個上やね、それ。あ、それは本当に殺される。これか。あ、それマジで気をつけてる。マジで気をつけて。ね、爆弾とかじゃないのこれ。怖い。オッケー、じゃあこれ持って隠れとくか。これで、これ被ったリアが、どんぐらい帰ってくるの？もうすぐ帰ってくるよ。そうやね、あと20分ぐらいじゃん。 OK、 じゃあリアンが帰ってくるまでこのままこれも録画しといて待ちたいと思います。おお、すごい。すごい、めっちゃ伸びる。早く帰ってきて。
どういうこと？え、なんか設定勝手に変えられてんだけど。え、なんか設定勝手に変えられてんだけど。絶対アカウント乗っ取った動画でしょ、これ。今回この動画で、本名言うからね。え、なんで？ガチで？絶対変えたでしょ。誰だよ。ノリさんか。え、じゃあ設定変えられてるって。もう白いの。え、白い。マジで違うよ。ボタン配置だけ変わってる。しかも変わってるじゃなくて割り当てなしで。意地悪よ。意地悪やんそれ。誰かがプレイしようとしたとかじゃなくてさ。ハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン。持ってんだよ。おい、これ竹だぞマジで。おい、やめろよ。いつから？いやいやいや、久しぶりじゃないか。久しぶりだな。めちゃくちゃ久しぶりだよね。久しぶりで、なんで俺悩むの？今日どういうドッキリですか？今日はいや、ドッキリじゃなくて、これ切れなかったの。結構切れなかった。あ、そういうこと。ハロウィンだからってこと。ドッキリではなくて、はい、ちょっとお菓子くれなくて、ピンポンしたの。お菓子くれなくて。そう、お菓子くれない。ピンポン、トリックアトリートって言ってさ、ピンポンしたのに。いや、俺いないよ。お菓子くれなかったから言ってくれればあげるよ。いたぞ。ケーキあるよ。あ、ケーキあんの？あるよ。すいませんでした。いろいろ、充電ちょっとます。多分配置は見たでしょ。配置は変わってたけど、それでどうかしてた。ちょっとですね、切れるよマジで。靴も出して、え、これはちょっとこちらの、こちらの、いや俺の編集者のせいにすんの。え、待って、編集者が入れた時にお前らグルだったの。やば。まあ大体まあそうね、お気に入りとかですかね。あれなんか消えてらっしゃると思うんですよ。あ、サマーフェブロケース。あとなんか地味。地味。あと気づかんよそんなの。あとどこ。なんでどこ。どこ好きじゃん。そう、課金しといてあげた。え、どういうこと。課金しといてあげた。課金しといてあげた。そう、300円。俺の金。9000だったでしょ。9000円。俺の金使ったってこと。うん、うん。どういうこと。課金しといてあげたって。だってある意味リアンの金なのかもしれない。どういうこと。誰の金で課金したの。なんかえ、ドットルのクレカ。おい、お前まさか。いや、おい、まさか俺の返品チケット使った。え、やばくね。やってること。いや、それもまた編集者が。お前これ全部編集者のせい。全部編集者のせい。ないわー、ちょっと。え、でもなんか、え、だっていらないって言ってたやつだよ、多分。傷ついたんだ。傷ついたんだ。まだやってる、なんか。考えてるぞ。多分全部。どんだけお菓子欲しかったんだよ。そう、お菓子。ピンポンして、久しぶりにピンポンしてもさ。いや、いなかった。筋トレしてたんだよ。全部知ってた。マジで。全部編集者にね、連絡取って。いつのタイミングがいいかなって思って。いやおそろそろ切れるぞ俺は。ごめんごめん。あとで殴って。たくさん殴るわ。ちょっと録画止めるね、一回。ごめん。今から殴るんで、今から殴り倒すんで、ちょっと動画撮ります。